運転整理とは、鉄道において、事故や災害などによって、ダイヤが乱れた際に、旅客や荷主への影響を軽減し、平常運転へ戻すために行う運転計画の変更作業のことで、ある。鉄道運行計画の中の変更計画に、相当する。鉄道の運行は、あらかじめ定められた列車ダイヤに基づいて行われるが、必ずしも常に、定時で運行できるわけではなく、車両や、 設備の故障、事故、悪天候等によって列車が運休、遅延することがある。その際に、元の運行計画のままで運転を続けると遅延が一向に回復せず影響が広い範囲に波及すると、共に旅客への影響が甚大なものとなる。このため適切な計画変更を行って、平常運行への早期復旧を図ることになる。運転整理の業務は、 かつて鉄道の運行管理が各駅の信号国所から実施されていた頃には電話により信号国所と運転指令所が連絡を取りながら状況を随時把握し指令所で全体の運行計画を策定して再び電話により信号国所に伝達して実施するという形態で行われていた列車集中制御装置が導入されると駅の信号国所の業務は運転指令所に集約され 平常時の信号扱いと運転整理の両方の役割を運転指令所が直接担うようになった。現在では列車運行管理システムの導入が進み、平常時の信号扱いはコンピュータが自動で実施するようになっているが、運転整理は自動化が難しい業務であるためコンピュータによる支援は未だにごく一部に止まっており、運転指令員が経験と管理頼って、 業務を行っている。運転整理の手段としては、主に以下のようなものがある。列車の運転時刻そのものを変更する方法。最も基本的な手段であるが、特に他の手段と組み合わせをしなければ、運転指令員が指示を出すまでもなく、列車運行管理システムがその時の運行状況に基づいて信号扱いを行い、駅の発車表を操作して旅客への案内も、 自動で行えるようになっていることが多い。JR 西日本の抑止表示機による抑止表示運転時刻変更の一種と言えるが、後の予定を決めずに、とりあえず列車を止めておくことを指す。列車が駅間で停車すると、以後の運転が不可能になった場合に、旅客の誘導に多大な問題が発生するとと,ともに、 駅で停車している場合には下車して乗客が他の交通手段を選択する余地があることから普通区間が発生した場合にはまずその区間へ向かって走っている他の列車を最寄りの駅で止める措置が取られる。駅間で列車が止まることは乗客、乗務員、司令員にとって非常に不都合であり、1998年の首都圏での大雪や2000年の東海豪雨の経験から強く忌避。 されている。東日本旅客鉄道東京圏、輸送管理システムでは、出発時期表示器を用いて、西日本旅客鉄道運行管理システムにおいては、抑止表示器で指示を出せるようになっている。抑止の一種で、駅間で列車が停車することを防止するために、先行列車が次の駅を出発して、駅の番線が空いてからでなければ、続行列車を出発させないようにすることを言う。 次の駅の番線が空いた場合にはその駅まで進むことが許され、駅に到着後は再び次の駅の番線が空くまで待機する。先行列車が出発して次の駅に進めるようになることを通知解除という。抑止と同様にアトスでは出発時期表示期により自動的に実施することができる。遅延している列車の先行列車及び後続列車の発車を故意に遅らせて、 運転間隔を調整する方法で、運転時刻変更の特殊例である。列車が頻発運転されている都市部の線区では、乗客は特に時刻表を見ずに駅にやってきて、その時点で最も都合の良い列車を選んで乗車するという行動を取ることが多い。このような状態で、特定の列車が遅延すると、遅延した分だけ駅で列車を待っている乗客が増加して、 乗降に時間がかかるようになり、さらに遅延が拡大していく。一方で、その後の列車は、前の列車との間隔が詰まって、駅で待っている乗客が少なくなるため乗降時間が短くなり、何も手を打たなければどんどん早くなって、前の列車に追いつき、団子運転となってしまう。このため、運転間隔を調整し、各列車に均等に乗客が分散するようにして、 支援の拡大防止を図っている。JR 東日本ではアトスを用い、駅設置の出発時期表示器により、延発と発車時間を交互に表示。JR 西日本では抑止表示器に、整理と調整時間を交互に表示している。通過駅に臨時停車、停車駅を臨時に通過する方法。臨時停車は、他の列車の運休などで、停車列車が、 当分の間ない駅での乗降客を救済するために実施される例が多い。イベントの開催に応じて臨時停車させるような例はあらかじめ運行計画の中で決められているため運転整理の範疇ではない。停車駅を通過することは5条を誘発し案内が大変困難であるため避けられるが地下鉄、サリン事件や阪神、淡路大震災のように駅で事故、 災害などが発生した場合などに見られる。特急から急行へ、快速を各駅停車に変更するなど、主に種別を格下げする方向での種別変更が行われる。臨時停車、臨時通過を一定のパターンで組み合わせたものであると見ることもできる。種別を格上げする方向での変更は、一般に五条防止の観点から避けられる。A 列車、B 列車という運行順序を B 列車、A 列車に変更するなど、列車の始発駅や、複数の路線が合流する駅で、どの列車から走らせるかを通常時と変更する、方法。快速、普通列車が、特急列車の通過待ちをする駅の変更、単線において、列車の行き違いをする駅の変更など、対比駅、列車交換駅変更で、部分的に順序を変更したりするのも含まれる。ダイヤ全体に、 大きな影響を与える重要なファクターである。駅の到着、発車、通過する線路を変更する方法。到着番線の変更は比較的容易であるものの、発車番線については特に長距離列車の場合には自由席の乗客が並んで待っていることがあるため、直前に実施することは困難である。対比駅において臨時用の番線を使用することもある。 複々線区間において走行する線路を列車線から電車線などへ変更する方法。複々線区間で先行列車に遅延が発生しているとき、後続列車の運転線路を変更することで、後続列車へ遅延を及ぼすことを阻止することができる。略して、運休と俗に称されているものである。始発駅から列車を運転休止にしたり、途中駅で運行を中止する方法。 列車を運休させることは遅延を回復する上で大きな効果があるが一方で輸送力を減少させることになるので慎重な判断が必要になる。主に車庫所在駅で打ち切られることが多い。部分運休は障害発生区間を運休にして途中駅で折り返し運転にする形で障害発生区間以外の運転を再開させるときによく用いられる。また、 輸送力が不足している区間に、車両や乗務員を回すために運転を打ち切ったり、車両運用の都合で通常より長編成の列車を運行させる必要が生じた場合に、ホーム有効調不足のため停車できなくなる、手前の駅で運転を打ち切ったりすることもある。なお、本来多車線と直通運転をしており、かつ、会社協会駅で運転を打ち切る場合、 セントの直通運転を中止すると案内される。この他にも運転休止時間の開始を事前に予告した上で実施する計画運休が存在する。台風接近など列車の運行に影響が予想される場合に運転を取りやめることである。予測可能な天災から乗客の安全確保と混乱の防止を図る目的で日本国内では JR 西日本が2014年10月に 初めて実施した。しかし当日は予想ほどの天災ではなく、並行して走行する施設はほぼ通常通りの運行だったので、JR 西日本の対応に賛否があった。国土交通省は鉄道各社に発表等のタイムラインを作成するよう要請している。ある列車に使用する車両や乗務員の運用を変更する方法。車両や乗務員の航路は決められているが、 特に到着列車の折り返し遅れを出さないために別の車両や上限を手配するという形で運用変更をすることが多い。車両の変更によっては通常動機と車両数が変更になるケースも生じる。運転休止と運用変更を組み合わせた特殊例である特定の列車を全区間または部分運休にした上で後続列車に充当する方法。結果として それまで運転していた後続列車に一瞬にして変わったことになり、その分遅延が回復したり遅れをなかったことにすることができる。遅延している列車を段落都市によって後続の列車に重当させて、ある駅からは別の車両を重当させて時刻通りに運転する方法。輸送力が不足している区間に他で運休、運転打ち切りをした車両と乗務員を停配したり、 新たに基地から送り込んだりして臨時列車を運転することもある。既存の列車の運転区間を延長するのも同様の事例である。運転整理の実際の業務は路線の特性を熟知した司令員が行っているが、それでもなお大変困難な業務となっている。これには以下のような理由が挙げられる。これらの問題に対して現在様々な対処が進められている。 情報収集の問題に対しては、要所にビデオカメラを設置して指令所から、駅員や乗務員を煩わせることなく現場の様子を確認できるようにするといった対策がある。情報伝達の問題に対しては、情報機器の発達を利用して、各人の所持する携帯情報端末や、運転台に搭載のモニタ装置に必要な指示を一斉に伝送できるようにし、 かつ駅員や乗務員が必要とする情報に随時、アクセスできるようにするといった方策が考えられている。情報伝達に関しては、2004年4月に、NTT ドコモが当時実施していたドパを利用して、司令員が作成した司令情報を乗務員に配信するシステムが、中央、総武観光線で稼働していた。また2007年8月から山手線において、 デジタル列車無線を利用して運行管理システムに入力された指令内容を直接運転台に表示し、それを乗務員が承認することで実行に移す通告伝達システムが稼働しており、2011年までに首都圏各線に導入された。どのような運転整理案を良いと評価するかは難しい問題であるとされる。一般には平常運転に回復する時刻が早い方が良いとか、 列車の早遅延時間が少ない方が良いと考えられがちであるが、遅れている列車をすべて運休にしてしまえば、遅延はすぐに回復するため、そのような評価方法ではとにかく運休する方が良いということになってしまう。運転障害が朝ラッシュ時間帯に起きたのであれば、遅れが長引いたとしても、とにかく列車を運転して輸送力を維持しなければならない。 昼過ぎに起きたのであれば大胆に列車を運休してでも、ーラッシュが始まるまでにダイヤを平常運転に回復させたい。夜間帯に起きたのであれば、列車の遅れそのものよりも、終電との接続関係や翌日朝の立ち上がりに向けた車両、乗務員運用を考慮しなければならない。このようにどのような運転整理が良いかは、 ケースバイケースで複雑に変わるため、一概に判断することは難しい。こうした問題に対処するため、乗客の立場から見た、運転整理の評価というアイデアが提示され、乗り換え接続の喪失や、列車運行頻度の低下など、いくつかのパターンに応じて、乗客の感じる不満度を点数化して表す方法が、考えられている。運転整理を自動的にコンピュータで行うことは、 前述したような要素により難しいものとなっている。状況を限定して他の問題を無視できたとしても大規模な組み合わせ最適化問題であるため実用的な時間で解くことは困難である。しかしながら様々な研究が進められており製薬プログラミングの技術を利用して JR 東日本の新幹線に適用した研究同様に製薬プログラミングを適用した。 フランス国鉄の研究などがある。運転整理という言葉は、英語では、再スケジューリングということに着目して、リスケジューリングと言ったり、運行管理であるということに着目して、ディスパーチャイングと言ったりする。ありがとうございます。